の1億とかそのボンと入ってくるってことはあると思います。100億ぐらいもしかしたらあったんじゃないかと思います。宗教法人オウム真理教は税金かからないからそれで処理してやると思います。一切性的交わり禁じられるとか引き離されて別の部署に行かされるとか、最悪はなんか財家信徒になっちゃうとか、最終下脱した麻原は全ての戒律から解放される。高熱のお風呂に入らせて水をたくさん飲ませってことがあったんですよ。あれはですね、2桁に届く犠牲者を出したかもしれないです。団体と縁を切ったり麻原との縁を怪我したりすると結局すごい怖いことになるんだって気持ちがあったから。どうもこんにちは、ダニエルです。今日はですね、上祐さんに来ていただいております。今日はですね、オウム真理教と金性暴力みたいなところでちょっと深掘りしていきたいと思います。まずちょっとお金編っていうところなんですけども、当時オウム真理教の収益源って主なところでどこだったんですか？道場を各地に持って、で主に出家させるっていうのがあるんですよ。でバブル絶頂期だったからみんな言うと財産持ってるわけですよね。だから家族丸ごと出家みたいになると、あの1億とかそのボンと入ってくるってことはあると思います。あとはやっぱり教祖がイニシエーションと呼んだ多額のですね寄付を要する儀礼ですね。瞑想のイニシエーションで30万とか、それから報道もされたヘッドギアっていうのも教祖のノウハウを移植するっていうイニシエーションっていうか、まあイニシエーションっていうのは義義伝授ってことで教祖のエネルギーとかデータが来るって言うんですけど、それが100万円だとか、そういったような単位で数十万100万単位でそのどんどん取るっていうか、信者は1万人ぐらいしか活動的な人はいなかったんだと思います。そこからだから狭く深く取ってしまったみたいなことがある。ちなみに出家すると全財産を差し出すんですか？基本的にそうですね。全財産の寄付っていうか、伏せの極限っていう名前です、ね。ちなみに麻原彰晃のひげを煎じたものとか入浴後の水とかも売ってたっていう話を聞いた。そうですね。ただそれは収益源としては微々たるものだと思います、うん。88年とかそこら辺 の、 その初期の段階でね、そういうのありましたね、うん。年間 の、 その収益一番良かった時 の、 その全体のオウムの収入みたいなどれぐらいだったの？経理担当ではないのかわからないけども、100億ぐらいもしかしたらあったんじゃないかと思います。ただそれがですね、100億っていうのが本当に額面通りなんですよ。簡単に言うと出家者っていうのがいるじゃないですか。しかしそれはもちろん生活費がいるわけです。その100億の寄付を集めたらそこから彼らの生活費は出さないといけない。だけどすごくやっぱり質素な生活してますからね。だから借り入れ金なし、そして収入がドボッと100億くる。でも支出しなきゃいけないものってのは少ないってことで、だからその500の収入があって、で300億支出がありますとかそういうんじゃないんですよ。だからもろもろ使える100億だったんですね。ちょっと前に大川広志君の甲府の科学の教団の財務との比較をしたんですけど、あそこはやっぱり職員さんにかなりお金払ってますからね。そういうんじゃなくって純益が大きいと、うん、借金がないと。意味ではバブル崩壊期の90年の時にはある意味じゃ有料っていうか、なんでそんな話するかっていうと、バブル崩壊で泡食った信者の不動産会社の人が教祖のとこに来て、どうにか助けてくださいと、これ買ってくださいと、そうかと、今は競争のように現金持ってるところが生き残るんですみたいなこと言ってましたからね、まあ、そんな話からもそういう経営だったんですね。当時って全盛期で純資産というか総資産はどれぐらいあったんですかね？お金100億取って、それを今度不動産資産に投資してから在宅やるとかないです。それを全部要するに変なことに使ってしまうわけですよね。変な工場を建ったりサリンとか没入資金とかそういうものにこう使ってしまうから、どんどん資産が、酔い腰は金は持たないっていうのはあると思うんですよ。麻原言ってましたけどね、金は流さなきゃいけないと、得たら使わなきゃいけないと、金は使い方だと、主戦度でもいいがみたいな発想ですが、まあ簡単に言うと消費成功高い、でもその目的が娯楽というよりも教団武装化活動とかそういったものですよね。それに中心になっていた。実際に麻原彰晃はどれぐらい、年収って言ったらいいのか分かんないですけど、どれぐらいもらってるたんですか？彼はですね、彼個人の収入で極限まで抑えて、宗教法人オウム真理教は税金かからないからそれで処理してやると思います。宗教法人オウム真理教と一応株式会社オウムっていうのと、それから個人があると思いますが、ここら辺で税金はあまり払ってない、こっち側で要するに税金を解除してたと思いますね。なんか今大川隆法さんのところもなんかそんな風にいきそうだと聞きましたけど、オウムの方はもっと徹底してると思いますよ。税金なんかほとんど払わないみたいな感じになってたかなと思います。全部だから宗教法人で。麻原贅沢というとですね、ベンツ、これ何だよ、あ、ベンツ、うん、他は結構質素なんですけど、要するにああいう大きな丈夫な車じゃないと交通事故あった時に大変だってことで、ベンツ何台か持ってますけど、それも全部宗教法人つけてるんじゃないですかね。そうすると自由に使えるから、
なんかその YouTube で朝原の贅沢な暮らしぶりみたいなのが、まあ、報道とかされてると思うんですけど、実際のところはどうなんですか？一般の教祖とかね、社長とかね、そういう人から比べるとですね、彼の宗教思想に基づいてかなりストイックだと思いますね。その豪邸なんかじゃなくて、オウム真理教の建築案っていうセミプロかね、ちょっと危なっかしい建築案が建てた、あまり窓もないし、出家修行者とあんまり変わらないような作りの家の中で自宅もありましたしね。とにかくこうインテリアとかがそんな華やかでとかそういうこと全然ないですよね。それは大川さんとだいぶ違いなと思いましたね。唯一なんかベンツがちょっと違うなと。出家修行者と食事も質素なんですけど、彼が好物だったのでメロンは好物だったと。メロンは食べてもね、どうこうって大体まあ身近で見てて食べるもんもラーメンっていうかな。出家者にですね、途中からですね、オウム食っていうのは水煮みたいなんですけど、そういった質素な食事じゃなくて、出家者自体がそういった質素な食事だと耐えられないと、あの外食で破壊してしまうと、これ仕方ないってことでラーメン提供するとか、お蕎麦を提供するとか、カロリーメイトみたいに提供するとか、まんじゅうを提供するとか、だんだんこう朝原も耐えられない、我慢しきれない出家者若者の欲求にですね、こう適応して食事のメニューを変えてきたんです。でそういうのをですね、一旦作ったら自分でパワーを入れると、それを奥物と見て神様に捧げてパワーを入れて下すみたいなことをやってました。で自分もそれやっぱ食べてましたから、ね、それはなんかちょっとやっぱ違うと思いますね。ちなみにその時の教団の幹部とか上祐さんってどれぐらいの年収というか収入だったんですか？いや年収がないですから。あ、ないんですね。だから出家修行者で基本的にお小遣いがですね、お小遣い最初はですね、出家した途端はだいたい3万円ぐらい、3万円、うん、それがだんだん減ってきて最後は8000円になったうん、だどんどん削減されてましたからね、うん、そういう意味で使われる金は多かったんでしょうけど、まず給料はないですね、うん、で出家者っていうのは出家者であって職員社員じゃないんだと。これオウム真理教と幸福学の出家の違いで、純然たるインド仏教原理主義みたいなところがありますから、出家だから家から出てかつ財を放棄して野に下り野原で野宿するわけじゃないんですけれども、お小遣い1万円弱みたいな感じですから、私のような幹部大体上層部10人ぐらいはですね、なぜかその車だけはですねクラウンっていうのをもらったり、ね、ただ宗教法人名義だと思うんですよ。あのやっぱりあの事故に起こるとこうだからって、なんか車だけは立派なんです。あとあの旅行行く時にはファーストクラス使っていいとかビジネスクラス使っていいとか、そうなんです、ね、だから乗り物だけには分かるんですけど、他はほとんどなかったですね。ちょっと次性についてっていうところなんですけども、教団内で例えば性の決まりとか禁欲とか明確にあったものルールとかってあります？あの基本的にはすごく厳しいストイックですよね。一切性的交わりは禁じられると。ただあの皇帝で性護士とか性体師とか言われる人間が事件直前ぐらいまでには十数人いたんですけど、そのくらいになると教祖承認の下で結婚していいとか、そういう教義が最終盤には展開されました。ただ実際それが実行されたってことはないんです。だからあの教団があと5年ぐらい続いていたら、まあちょっと違ったのかもしれないっていうのはあるんですけど、基本的にはまあ禁欲が重要で、破壊ってあるじゃないですか、人間の集団だから。そうするとまあ修行入りになって引き離されて別の部署に行かされるとか、最悪はなんか在家信徒になっちゃうとか、そういうような罰っていうんですかね、律っていうんですかね、それがありました。結婚はじゃあ基本的には最初というか中盤期はしてはいけないものっていう、そうですね。だからそれ結婚したあの夫婦が家族で出家してくるってのはあるけど、その後夫婦生活を営むってことはなくて、まあ部署も別になるってこともありますし、でましてやその独身の者が入って、でそれからそういった性的交渉は結婚とかそういうものはないし、ただそれは出家者です。出家者じゃなくて在家の人たちはもう自由ですから、そこら辺は。朝原と愛人みたいな話とかもよくあるじゃないですか、はい、実際にそこら辺はどうだったんですか？教団信者が大体知ってる上層部だったら、まあ、朝原公認のとか認知されたっていうんですか、その愛人の方が 1,2,3 3人で、その元に子供が 3,2,1,6 で、制裁の元に6で、6プラス6間違ってなければそうです。私もちょっと数え間違えたんじゃあれがね。なるほど。あとは非公認ですよね。噂は聞くんだけども、うん、あの多分そうなんだろうけども、それよく分かってない。あ、噂レベルだと何人ぐらいいたんですか？それが分かんないです。それはですね、もう全然分かんないです、ね、うん、相当いる感じですか、それとも数名みたいな感じですか？いや、それはあんまないんじゃないですかね。大体その産んでもね、教団の中で育てないとどうしようもないから、今教団の中で公に認知されてないっていう人は、朝原にとっても朝は基本的に自分の跡取りっていうか、その後のために産んだっていう、そういう考え方ですから、それには役立たないですからね、と
私が思ってるだけかもしれません本当説としてもっとたくさんあるんじゃないかっていうのはやっぱあるけど、そこはちょっと確認しようないもんね。まあ10倍ぐらい盛られる場合あるからね、噂は、うん、それは朝原自身は別に性的なものとかは OK なんですか？そうですね、あの教団はですね、最終下脱した朝原は全ての戒律から解放されると。だから皆さんも早く最終下脱しなさいなるほど、そういうような考え方ですよね。ただまあ最初から制裁のいる教祖ってことだから、その教祖が奥さんがいて、でしかも子供がいるっていうのは、その信者としては最初からそれが当たり前なんで、あんまり違和感はなかったんですよね、うん、ちょっと最後暴力、まあ、洗脳殺人覚醒剤みたいなところに入るんですけども、まあ、実際にその教団内部で脱会者を殺害するみたいなところをとかはいろいろあったみたいなところは報道されてるんですけども、実際はどうなんですか？それは本当なのか、頻繁にいじめとかそういうリンチとかあったりするのか。頻繁にはないけど一部はやっぱりあったってことですよね、うんうん、ただあの教団内の死亡者で一番多いのは修行事故死ですね。覚醒剤あれ強烈なんですけど、あれを薬を抜くということで高熱のお風呂に入らせて水をたくさん飲ませってことがあったんですよ。あれはですね2桁に届く犠牲者を出したかもしれないです、ね、おー、2桁。ここら辺の部分は修行事故死亡死っていうことで、あんまこう捜査に出てこないっていうか、そういうことがありました。ちなみにその薬物投与とか、その脳に電極を当てて抗生みたいな、そういうニュースというか情報とかを聞くんですけども、そういうのはどういうの？うん、そうですね、その後 PSI っていうかパーフェクトサルベーションイニシエーションっていう名前になってできたヘッドギアのやつですけど、うん、あの後期はですね改善されてビリビリビリっていうのは少なくなったかもしれませんけど、初期のなんか開発途上のモデルでは直接的でなんかかなり痛かったとかいうことがあります。結局朝原の脳波を直流電流で流せば、それを受けたそのギアというんですが、私たちは PSI って呼んでたんですけど、それをかぶった人の脳波も朝原に同調するんだっていう考え方なんですね。ちなみにそのオウムの全盛期の頃って脱会とかそういうのって容易にできる雰囲気じゃなかったんですか？容易にできる雰囲気っていうか、やっぱりあの求心力があったっていうか、その求心力になんか最終的にこう春まどえ丼的になっていくと、教団に信仰し続けないとやっぱ地獄に行くとか、また春まげ丼で滅びるとか、そういうような感じがあったから、恐怖心ですよね。団体と縁を切ったり、朝原との縁を怪我したりすると結局すごい怖いことになるんだって気持ちがあったから、そういった意味じゃ脱会をが自らなかなかできないっていうのがあったと思います。その中でもまあ脱会するしないって人はいましたけど、それに対してはですね、特殊なケースってあるじゃないですか、重要な人物がこう脱会したとか、また告発されるんじゃないかって、そういう時はかなり気にしたかもしれません。あんましなんかそこで脱会を防ぐためにみたいなところで中堅幹部っていうか皇帝に関して問題が起こったっていうのはあんましないんですよね。坂本弁護士事件の時の主要幹部で当時の皇帝だった佐伯という人物、後に宮前とのトラブルありましたけどね、その後はちょっと末端信者がですね、先ほど刈谷拉致事件、刈谷氏の拉致事件の時に刈谷さんの妹さんが信者 でその人が来なくなった、どうなったんだ、お兄さんが邪魔してんじゃないかってところでこう突っ込んでって、お兄さんをこう拉致してしまったとか、そういうことはありましたけど、大体そんな感じですかね。ありがとうございます。じゃあ本日は上優さんありがとうございました。